ダッシュでございます。どうも、タイガーでございます。ちなみにございます。よしきでございます。あれ2時間寝坊してるやらせないでくれよ。やれない。やっていいですか。やっていいよ。刻んでいこうぜ。アシックスのこのマークで丸バツゲームしてみた。遅刻してるかちょっと。ちょっと気使ってる感じがありますね。アクセルの草野です。お願いします。アシックスの小磯です。このお二人が揃ったということはアシックスのシューズレビュースパイクですかね、はい、この時期がやってきましたね、はい、草野さんと武田さんの方にスパイクを別々で送らさせてもらったんですけども、スパイクを今4つご用意をしております。実はこれ似たようなものなんですけども、ここで分かれておりまして、はいはい、こっちは武田さんに送ったもので、はいはいはい、こっちは草野さんに送ったものに、あ、ヨシキに送ってないですか。ヨシキさんには来てないです、ね、来てない。僕はちなみに気づかなかったです、違いが。白と黒。そう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 。今回のデザインもすごい近しいので分かりにくいとは思うんですけども、はい、こっちがヒートスプリントっていうスパイクで、多分名前はもうずっと昔からあるんで聞いたことがあるかなと、はい、こちらがヒートフラットっていうモデルになっています。こっちとこっちで違う。そう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 。私のレグナント偏見で草野さんのこのすごい推進力パワー反発っていうところをイメージしてこのヒートスプリントを置かさせていただいて、あとは厚底大好きなあの武田さんの方にはプッシュをミントソールが厚くなってるので、はい、こちら一択なのかなっていうところで私が、はい、送らさせていただいていまして、履かせていただきましたよ。いいですね。そういうの聞くと履きたいですね。片方しか味わってないので、で今回のヒートスプリントとフラットに関しては、はい、カラーも見ての通りもう同じようなデザイン、はい、お値段も一緒にしてるんですね、はい、なので選ぶ基準っていうのは感覚にすごい特化した話をしていこうと思っています。ポケモンの金と銀みたいな感じだ。すごい金と銀は意外と草野くじいてきて今回一番分かりやすいのがこっちヒートスプリント、こっちがヒートフラット。一番違うポイントは今回このミッドソールの厚みが違ってくるんですよね、うん、ヒートスプリントはまあ従来の速い反発感、速い接地感っていうのを体感できるような、商品のディテールにしていると、うん、こちらのヒートフラットはまあ昨今の厚底のスパイクも多いですけども兼用スパイクになっていきますので新しい厚みの商品になっていく。アッパーのフィルムっていうのを今回採用してまして、今までの兼用ってちょっとダサいよね。あるじゃないですか。あの耐久性考えてますみたいな感じが多かったのをあのシンプルなデザインにしていますので、足入れ感も商品名のスプリントっていうところをイメージできるようにアッパー全体をこうフィット感が高いこのフィルムを覆っているのと、ヒートフラットの方はまあ従来の前のモデルも柔らかさの足入れ感があったのでこのメッシュを少し配合をしているというところがなってきております。紐いいやつじゃないですか。パワーホールドシューです。おー出た。いいやつです。パワーホールドシューです、はい。今回両モデルアップデートが大きく入ったのが、前回エフォートの動画の時でもお話をしました足の中にアーチラップって言われる、出たー、はい、これです。知らない人もね、知らない方いらっしゃると思うんで、改めて、改めてコンセプトは練習しすぎちゃったらどうしてもアーチが落ちてきたりとか体感すると思うんですけども、そこを支えてあげようと土踏まずをこうここでこう持ち上げるってことですよ。エフォートにもありましたけども、今回のヒートスプリントフラットにも標準装備にこのヒートシリーズにも入ってくるってことはやっぱ結構好評、好評です、はい、結構見た目ギョギョしいんですけどもかなりこうナチュラルな作りになってます、うん、これもヒートスプリントフラット関係なくどっちにも、ね、装備されてる、うん、これもそうですけど、これも差はなしです。そこでですね、今回、あえてお二人に一足ずつにしたのが感覚でコミュニケーションを取っていただきたいっていうところがありまして、アシックスの方で自己キャンペーンを今組みたいと思っております。キャンペーン、草野さんの、まあ、履いてもらってる靴と竹谷さんが履いてもらっている靴、リスナーの方も実際それをまあ両方履いてもらってお店の方でいやこっちが良かった、いやこっちの方がいいよっていうのを投票いただければと思っております。でツイートしていただいて抽選で豪華商品をっていうところを今企画をしておりますので、今日の動画をまあ参考にいただいてどっちがいいんだっていうのを少し皆さんで悩んでいただく。仕事ですかこれ。今日の撮影、これが案件。ありがとうございます。お前には1円も入んない。家賃払えないから。豚骨ラーメンと一緒の話で同じ味なのに麺の硬さ選べるじゃないですか、はい、もうそんだけなんです。そこをお二人でいろいろこう気づきをいただいてリスナーの方がそれを見て、今日ヨシキじゃいらないじゃないですか。2時間寝坊してる。草野さん、竹田さんの履いた感覚のコメントをいただきまして、それヨシキさん、履いてもらって忖度なく本当に僕が好きな方をどっちかを選ばせていただきます。でもそれにはちゃんと俺と草野さんの情報量がプラスされて、まあ、そうだね。そうこれうまくいったら俺転職するわ。ジェットスプリントの動画出てくださった時にコメント欄が草野さんの店員だったら買うわみたいな、いやもうコメント出てますから、レジェンドを愛に一緒なきゃいけないんで僕は。先行僕ですか。
先行有利とかこれあるんですか？あれあります。なんか料理漫画っぽかった。ダッシュで行こうぜ。お線香っぽくです。はい、見てください。かっこいいです。ヒートフラットフラット。草野さんとどっから勝負になったかっていうと、色を分けましょうよ。うん、僕は黒で、白が良かった。黒かな。だろ。うん。1ポイント。え、これかっこいいよ。いや、白もね、あるから。あるから。これはあの差別になる。差別になる。これポイントになる。確かに。まあ、僕が履いた感じ、エフォートの良さをそのまま持ってきて、硬さとか、はいはい、っていうのを出してきてる。ヨシキさんにも勧められるんだけど、初心者の方にも勧めやすいなっていうのは、まず1個ある。どんな種目でもできますよっていう売り出しアシックさんやってるんですけど、うん、安定感が半端じゃない、うん、お前もさ、何かの次に安定安定って言うじゃん。まあそうだね、お前の生活不安定なのにさ、口に安定感を持ってるじゃん。ちょっと悪いこと言ったら、それ古くない？その安定感を味わったし、アーチラップリアルに癖がないというか、うん、僕最近ちょっと測定とか痛めがちなんだけど、アーチ上がるから、うん、痛くない。感動しました、それに関しては。紐の材質が変わるだけで、こんなにフィット感が違うってぐらい違いますね。でもこの履いた感じはやっぱエフォートにすごい似てる。うん、さあ、どうですか、うん、ちょっと走っていきます。めっちゃ良くない？まったく、うん、癖がない。安心感もめっちゃわかる。なのに反発は担保されてるんですよ。かかとから設置しても大丈夫っていう、その感じもすごいわかります。主演の言った通りでした。皆さんぜひねチェックしてください、うん、もうこれでいいかなって思って今現状。草野さんの段いらない。これが薄くなるだけだったら、うん、絶対長距離はこっちの方がいいはずなんで。ああ、そうだよね。全然800のスピードでもめちゃくちゃ対応しそうだなっていう、うん、いいし、洗脳しようとするのやめてもらっていいですか？長距離選手こっちでしょみたいな。よしき洗脳に弱いんで。満足です。ありがとうございました。はい、はい、武田以上です。素晴らしいですね。刻んでいこうぜ。ということでね、ヒートスプリントを進めさせてもらいたいと思います。僕の言っていた J 大学は黒い靴を履くなというはい、ルールがありまして、なぜなら重く見えて遅そうに見えるか。なるほど、うん、白はやっぱ軽快に見えるから使おうということなので。草野さん白かっけえっす。だろ。草野さんさっき色の話はどっちも変わらないって話したじゃないですか。いや白もねあるから。これはあの差別になる。差別になる。これポイントになる。確かにさすがやっぱ不安定感あるよね。もうすぐすぐコロコロとすぐ寝返る。大きな違いとしてはより薄いっていうところが多分特徴になってくるんですが、つま先の方までちょっとこう、まあ、より硬い素材、つま先側で強い力がかかってもまあブレにくいっていうところが、まあ、ここのポイント。なるほど。これをターゲットとする人、中学生高校生で始めたての人とかマスターズの方あたりの人たちを、まあ、ターゲッティングにしていくと、硬すぎると今度は逆に力を加える前に足が離れてしまってうまく走れないけど、エフォートだとちょっと柔らかすぎるかもしれないというところの次のステップとしてこのヒートスプリントに、まあ、なってくるのかなというところで、まあ、短距離系のトップモデルのねそこに繋がるルートが見えるっていうのが特徴だと思うので、うん、なるほど。ぜひちょっとそれを実感しながら履いてもらえたらと思います。ヨシキはトップモデル履いてるもんね。しかもうちのチャンネルでね。そうですね、うん、そうそう、周平のレビューの時よりも楽しみになります。そりゃそうだろお前。武田さん側、草野さん側のヒートフラット、ヒートスプリント関係なくて感じですけど、はい、エフォートのプレートのパーツなんですよ、はい、エフォートとヒート系の違うのが、あ、実はこのラインですか。あ、そう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 、この縦とここ、ここの前が縦じゃないですか。これ横なんですよ。同じ兼用スパイクでもエフォートの方が初心者向きっていうのが、この屈曲感の柔らかさ、なるほど、扱いやすさが秀でたデザインになってて、ヒートスピンでヒートフラットはこう縦にこの樹脂のデザインが入ってるんで、ビヨーンっていう感じが感じやすい。こっちはかなりエフォートは柔らかいっていう感じがあるんで、はいはい、でまあ、こちらがよりパワー系ということで、紐の結び方もちょっと、まあ、ありまして、穴に対してこう下側から入れる、まあ、アンダーラップ、上から入れるオーバーラップという入れ方があるんですが、まあ、結構パワーがある人だと皮全体でグッとこう押さえつける方が力が出しやすいっていうのがあるので、こちらの上からグッと押さえるようなオーバーラップをしてもらった方がより靴の特徴とマッチングすると思うので、でこの時シューターもねしっかり上から圧がかかるので、ちゃんと
クッションとかませて紐が直に痛くないんだ。そうそう、当たらないようにして。正直な感想を言っていいですか？もちろん。こっちの方が僕的には安心感がすごい強いというか、フィット感がいいのかな。草野さんの靴の結び方だけじゃなくて、いや、じゃなくて結ぶ前、うん、パッてこう足入れた瞬間にフィットする感じ、ここのもしかしたら素材が均一になってることとか、はいはい、下の素材の厚みがないことで足当たりが微妙に、はい、足当たりがマジで違くて、こっちはしっかりこう固定してくれる。安心感とフィット感に関しては圧倒的にこっちかもしれない。すごいですね。この切れ目があるからね、足が細くても太くてもここのシワの微調整で足当たりが反応性がある。なるほど。トップモデルで使われてたような、まあ、ここの切れ込みだとかレベルアップしてきてるので、うん、昔履いてたモデルとはもう全然多分履き心地も違う。いかがですか？フィット感が全然違う。どう違う？こっちの方が圧倒的に安心感がある。ここの遊びがちょっとあっちはある気がして、ソールの厚みでここの抜け感とか遊びのなさっていうところが出てきてるかも。かかとをこう包んでキュッとしてくれる感じがめちゃくちゃあります。で、反発に関してはそんな変わんない。このぐらいのクッション性だったら僕はこれで十分。小距離選手で、へー、今のへーって誘導、いやまだ誘導陣まだこちらのターンだから、あなた静かにしよう。すいません、失礼しました。僕多分フォア寄りなんで、こっちの方がどこでなんかつくか明確に分かる。この辺であの地面当てに行くとすごい気持ちいいみたいな。武田くんはまあプライベートのネタ使ってたので、はい、まあ、僕は僕のネタ使ってたんですけど、これがいわゆるトップモデルのまあスパイクになってきて、よりちょっと硬くまあなってくるところはあるんですが、まあ、その感触がおそらくこのヒートスプリントからの移行でまあスムーズになるし、ちょっと右足だけ脱いでもらって履いてもらって、めちゃくちゃおもろ、準備万端だから勝ちに来てるから、いや勝ちに来てる。歩いてる時にかかとがこうソニックのが跳ね上がってくる。はい、すごい分かります、見てて。すごいね。短い時間でこう地面から離れようと、まあ、アシストしてくれるんですけど、それにちょっとまだ追っつかないと足が空回りしちゃうということも硬いスパイクの特徴の一つなので、エフォートからヒートスプリントというルートがいいポジションにあるんじゃないかなと思うので、ちょっとスピード上がってるもんやっぱりダイレクトにダメージくるのこっちで、その分このこれがすごいんですけど弱そう弱そうわかる。こっちも反発ちゃんとあるし、セーフティーな着地心地みたいなのもあるので、うん、まあ800とか1500を走る人はまあ圧倒的にまあこっちかなって思います。足のダメージが大きいって言ったように、やっぱトップモデルって体を守る要素がほとんどない、まあ、だからやっぱりパフォーマンスによってるんですけど、試合でこっちを使うから練習では怪我をしないようにこういったシューズで使っていったりすることで、試合の感覚をまあ練習で体を守りながら使うっていう用途も兼用スパイクのいいところだし、ヒートスプリントの方が薄くできてるので、まあそこの感覚はこのソニックスプリントにイメージしていくとまあすごくマッチするんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか？はい、その通りだと思う。いやいや、ありがとうございますじゃないですか今のも日の打ちどころがないね。はい、ということで吉木さん、はい、決まりましたか？決まりました。小西さんも決まりました？あー違う違う、どういうシステム、どういう発表お願いします。はい、僕がいいなと思った方は散らすねこの時間いるみたいなあーマジで、マジかよ。よっしゃじゃないっすよ。正直草野先生のレビューがなくても、うん、僕はレビュー点どっちが良かった？レビュー点は特に草野先生聞くんじゃなかった、間違った、間違った、まあ、でも結局選ぶ理由は今回感覚にシフトしてるので、うん、もうそれではいいチョイスですよね、うん、みんな違ってみんないいじゃないですけども、はい、吉原は自分の主観で感覚で選んでいただければと思います。先ほど話しましたその例のキャンペーンの件なんですけども、はいはい、Twitter の方で投票いただければと思っております。もう本当に投票しといてよ、はい、まあ、購入しなくても全然投票はできますので、まずは皆さんこの選ぶ楽しさっていうのを楽しんでいただければと思います。まあ履いてあのツイートしていただくのもいいですけど、今回僕と草野さんの話を聞いてツイートしていただくのも、もちろんもちろんもちろん、はい、動画見た後ペッてツイートしていただいて、それで抽選の対象になりますから、ぜひぜひ皆さん見ていただきたいなと思います。
白黒つけなくてもいいのにね。お滑ったよ。色だけ滑った。3回行ったら滑るわ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。OK です。それ俺も履いていい？あ、ま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 あ、全然違う。足当たりが少し柔らかく感じる。ヨシキが言ってた、ここがちょっと浮くっていう感触もある。硬いスパイクってこう、反動でかかとが上がった時に、はい、ちょっと離れることがあるので、むしろ硬さはこっちの方が感じるかもしれない。悩ましいね。超好きだけど、うん、ちょっとひどくなったらいいな。僕が使う用途としては多分練習用。なるほどね。としていう目線になるから、うん、やっぱ優しさの方を取りたくなる。視覚的には全然一緒だけどさ、うん、全然違うよね。違うね。そこは見るじゃん、その目で決めてもらえるし。